ただいま。あれ、ケン君まだ起きてたんだ、はあ、今日もすっごく疲れちゃった。そうそう、この間から働くことになったベニヤでの研修、あれまだお店のこと話してなかったっけ。耳垢除去に特化した専門店なんだけど、覚えることが多くてすごい大変なんだ。それに店長のベニオさんもなかなか厳しいんだよね。接客中はね、いつもニコニコしてるのに、もっと上手に耳かきしろ、この給料泥棒って怒られちゃうの。はあ、また明日も怒られるのかな。そうだ、ケン君まだ起きてるなら耳掃除の練習ちょっと付き合ってくれない？シェアハウスの住民に耳かきされるのちょっと恥ずかしいかもしれないけど、しっかりお掃除するからさ。ほんと嬉しい、ありがとう。本当に助かるよ。ここで耳掃除してたらおかしいから、ケン君のお部屋でやっていいかな。大丈夫だよ、別に汚くても気にしないから。それじゃあ行こっか。ケン君の部屋結構綺麗にしてるんだね。もっと散らかしてると思った。じゃあちょっと準備するから、ベッドに横になって待っててね。あ、これはね、お店から支給された耳掃除セットなんだ。ピンセットと、あとは竹の耳かきとかいろいろ入ってます。まずは耳毛の処理からか。ちょっと入ってるか見てもいいかな。失礼します。あー、結構入ってきてるね。これは練習しがいがあるよ。それじゃあこのハサミでケン君の耳毛をきれいさっぱり。危ないから動いちゃダメだよ。まだ慣れてないから慎重にやってくね。あまり入ってなかったから、こっちの耳はちゃんと綺麗にできたよ。じゃあ反対の耳もやってくね。練習しないとだな。よし、こっちの耳もちゃんときれいにできました。
じゃあ次はちょっと軽くタオルで拭かせていただきますね。ではお客様、失礼いたします。その前にちょっと耳の中見させてもらうね。奥に張り付いてる汚れがあるから、それをちゃんと取ってきれいにしてくね。それじゃあやってくよ。店長から支給してもらった竹の耳かきです。それじゃあ左耳からやってくからね。肩の力を抜いてリラックスしててね。失礼します。ケン君は普段から耳掃除してるの、ね、すごく綺麗だね。うちのお店のお客さんは結構深刻な耳垢が詰まってる人が多いからさ、なんかこういう綺麗な耳久々に見た気がする。の耳は終わり、次は反対の耳やってくね。じゃあ右耳も失礼します。
仕上げはこのふわふわのボンテンで細かい汚れを取っていくね。それじゃあ左耳から失礼します。綺麗になりました。どうかな、すっきりしたかな。よかった、練習付き合ってくれて本当にありがとう。これで明日の研修も緊張せずに頑張れそうだよ。また今度練習付き合ってもらってもいいかな。ありがとう。お店の割引クーポンもあげるからさ、今度デビューすることになったらまたお店に遊びに来てよ。それじゃあ本当にありがとう。
明日もお互い仕事頑張ろうね。バイバイ。ケン君も今日はお疲れ様。ゆっくり休んでね。おやすみなさい。